こちらですね、桃枝陸橋のあるですね、大野川ですね、大野川のね、ちょっとあの沈下橋になんですけど、今ね、ちょっとね、降りてみたらね、川を、なんと、この大野川、これ、ミニナルトです、ミニナルト。あの、徳島県の鳴門橋で、あの、渦潮ってありますよね。渦潮有名だと思いますが、なんと、ここの大野川も、渦巻いてます。あの、もちろん瀬戸内海のね、あの、徳島のようなね、鳴門橋のような大きいね、渦じゃないんですけど、このね、原理は一緒ですね。原理は鳴門と、ね、一緒です。ここもね、渦巻いてます。渦。ミニ渦。ミニ渦が巻いてます。原理一緒ですよ。ちょうどね、あの岩がね、あってね、あの岩のところがね、あの水流がね、ちょっと弱くなる。で、脇がね、あの水流が速いからね、その分ね、差ができて渦になるっていうね。ナルトと一緒です。あ、こんなところにもね、渦があるとは思いませんでした。ではね、あの桃枝陸橋ね、桃枝陸橋のある大野川、桃枝陸橋のトンネルがね、ちょっとアンダーで見づらいかな、あ、出た、はい、桃枝陸橋のあるね、大野川でした。